古代カルキディ系の地図パリーニ半島の付け根の地境部。運河の右側がネアポティダイア。2008年撮影。ポティダイア、ギリシア語、パイタウデルタアルファーヨタアルファーポチダイアは、現在のギリシャ共和国北部、ハルキディキ県の南端に位置するパリーニ半島の陸地がくびれて最も狭くなっている場所に、紀元前600年頃コリントスが建設した古代、ギリシアの植民都市。 紀元前479年、ペルシア帝国の軍勢に工場船を仕掛けられていた際、歴史に記録された最古の津波が一帯を襲い、ポティダイアは救われた。ヘロドトスは異常な引き潮を利用してポティダイアを攻撃しようとしていた。ペルシア勢が突然襲った地元の人間が見てきたどんな高潮より高い洪水のような上げ潮に不意打ちされたことを報告している。 紀元前5世紀のデロス同盟の時代、アテナイとコリントスの間には、紛争が何度も起きた。それでもコリントスは、毎年ポティダヤに、最高行政官を送り続けていた。このためポティダヤは、アテナイとコリントスが対立したすべての紛争に、必然的に巻き込まれた。紀元前432年、アテナイに対して、民衆の反乱が起こったが、ペロポネソス戦争中には、 工場戦を仕掛けられ、紀元前430年のポティダイアの戦いで、ついに陥落した。アテナイはこの都市を紀元前404年まで、領有したが、その後はカルキリ系の支配下に入った。その後、アテナイは紀元前363年にポティダイアを奪還したが、紀元前356年には、マケドニアをピリッポス2世に奪われた。ポティダイアは破壊され、 その支配下にあった領域は、オリュントスに引き渡された。カッサンドロスは、跡地に都市を建設し、おそらくはここを、自分の支配権の首都とするつもりで、これを、カッサンドレイアと名付けた。古代の都市より、はるかに、小規模であったが、第一次世界大戦後には、小アジアからの難民のために収容所が設けられ、新しいポティダイアを意味するネアポティダイアと命名された。 古代の都市に近い半島上の現代の集落の一つにはカッサンドレアという名が残されている。現代のネアポティダヤの集落は古代都市の遺跡近くにある。2012年アーヘン大学の調査隊がヘロドトスの記述の通りこの一帯が津波に襲われたことを証明する証拠を発見したと発表した。ありがとうございます。